ピーシャニーマジクール59から61枠目、はい、黒金さんいらっしゃい。でっでっでん、でんでん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 、4個目さんいらっしゃい。マジで狂わない。ケンさんありがとうございます。ワクオツです。6個目さんいらっしゃい。でん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 、はい、エダリエの陰謀。 OK、 ワクオツです。残念B組ドンパチ先生さんいらっしゃい。どうするのよこれから。フィンデル教を助ける。誰がこの騒ぎの首謀者か知らないけど、フィンデル教が狙いなのは確からしい。だとすれば大事です。8個目大事。フィンデル教の命が。そう、あの方にはお世話になったしね。それに、それに何、いや、いいんだ。さあ、急ごう。進捗が3歩進んで2歩下がる感じ。森さんが1番さん、きんぴらさんいらっしゃい。3歩進んで2歩下がる。へい。お、明かりの魔法つけられるのこれ。つけたら気づかれるのかね。どうなんだろうね。やってみようか。明かりよ。明かりついた。あいだ。ワコツンです。マジでクールに大暴れ。普通に。アガドダイブされてる。なんか死体がリアルだね。死体が10万石さんいらっしゃい。死んだ。門番なら鍵を持っているはずだったな。とあった。鍵あった。魔法書はない。ここ2つだね。ドラキュラが来る。ドラキュラが。ほぼほぼいっぱい来るんだもんね。お、トマスクエストがある。第17話。もう第17話。あ、そうか、17面だからね。1面に1個あるんだろうねこれね。後でよく聞いてみると、下流を操る妖獣使いが相手というではないか。これはやばいと思っても後の祭り。大討伐隊を組んだのじゃが、戦いは壮絶を極めたのじゃ。何しろ敵はある程度の魔法も使ってきよったからの。トマスクエスト毎回あるんだろうね、ここね。ドラボッチャーに出るね。アガドダイモンさんが例です。ドラボッチャー、あ、枕だった。あら、言った。あ、明かりつけたら襲ってくる、ひょっとして。気のせい。わお。明かりつけない方がいいかね。はて、何のスイッチだろう。このままにしておこうか。動かしてみようか。あ、なんか来た。まずい。やるわよ。ワクトリお疲れ様。ノーポンキッドさえでしょ。これ逆になったの。あ、逆になるね、はい。あ、また来た。コウモリ、ドラボッチャーもないね。牢屋の鍵見いっけ。牢屋の鍵を手に入れた。イエス。お金、ね、パチパチパチ。あれです。ちょっとメルビーちゃんが狂ってる。お、あれはテーブルの上で踊ってる。テーブルの上で踊ってる。しっかりベル、大丈夫か。二人とも遅いじゃない。無茶だよ。一人でフィンデル教を助け出そうなんて。はい、今日の旦那さんでした。役はもう終わりました。今日は解消でした。西相棒で上里敏樹さん、ありがとうございます。ルーン、手を。説教より手当てが先よ。吉兵衛さんでした。私はもうそれよりフィンデル様を、フィンデル様はこの塔の
最上階に。お、分かったからもう喋らないで。あ、いや、フィンデル様を、もうね、あ、おい、しっかりしろ。おい、待っててね、必ずフィンデル様を連れて迎えに来るから。ああ、死んだの？いやいや、ベルナリオルじゃん、声が。声はね、ちょっと声優さんがちょっとミスキャストだね。うん。声優さんがちょっと、みんなラッペイさんだからね。メルちゃん、あの金にもう こだわらないでいいから、こっち来い。こだわらないでいいから、もう、取れないから、あれ。わらわら。ちょっと明かりがつけるか。になってもあら、あら、これはスイッチ押さないとダメなの。これ登れないね、登れないちょっと。行こう、行こう、行こう、もう。まあ、力か、じゃあ。力行こう。もうドラキュラもどきがいっぱい出てくるから。これ下がれない、こっちか。いいよ。よし。今、ベルちゃんに的を当ててましたよね。いや、この時空ですね。はい、34個目たりで。あいたないかね、何も。とりあえず、この面の魔法を取るまでは安心できないな、もう。探索を。壊してみよう。えい！そろそろ終盤ですか？そろそろ、まあ、説明書に一応書いてある面が24面までですかね。24面、まあ多分魔法が見つけられる面が24面まであるで、25くらいあるんじゃないかな。何面あったかもう忘れちゃった。このままでいっか。なここ動かさないといけない。動かしたらあそこのなんもないね。あっちが動くんだろうね、あの動くようだね。もう一回もう戻ろう。ん？なんだ？なんだ？壁の向こう側から見たいよ。ん？動かんぞ。おりゃ。やれやれ、すぐに壊れるな。あ、ああいう仕掛けがあったのか。なるほどね、わかったよ。いで、あ、こっちなんかやったっけ。だが、そこのドラボッちゃんが、ドラボッちゃんを、あ、動かさないと。よし、おい、よし、ヒットポイントが。よし、行こう。また来た。えい、ドラゴンがいる間、とっとと行こう。あいた。ここだったね。あら。あお。ここが？ワコクールです。ここだ。37個目さえにし。階段の手すりに、これは何のスイッチだろう。さっき見てたじゃない。さっき見てたじゃない。押してみよう。はい、来た。はい、これはあるのか。あ、ら、ててててて、
あいた。おう。ないね。あ、ここになんか、あ、これ、これ金か。お、倒れてるのがいる。気をつけた。なんかここ逃げられるぞ。逃げられそうじゃない？ちょっとこっちゴールかな。じゃちょっと待った。ちょっとほったらかしにして。こっちもあるね。行ってみよう。あいだ。うん？あいだ。ダメかこれ。開かないのか。じゃあ一旦助けた方がいいのかね。和骨です。真珠青森さんいらっしゃい。はい。フィンデル教助けに参りました。お待ちしてましたのよ、かわいい魔法使いさん。まんまと罠にかかったわね。この私が殺してあげるわ。武器も持ってないくせに。バカ多い。この戦う魔法使いバンビー様がそんなドジを踏むもんかね。戦う魔法使い、あお。出てて、あいたいたいた、ちょっとちょっとベルビーちゃん、ベルビーちゃん、かっ、ドジ踏んだ、が、生き恥は、これなんか、あれっすね。なんか壊せる魔法ないのか。あ、これ今のでかわす。今のボスの特攻で壊すんだっけこれ。なんかそんな記憶があったようなないような。確かそんな、そんなところだったんじゃないっけ。なんかあの壁を壊す方法ね。あら、え、なんかそんな記憶が、ボスがなんか爆弾かなんかね、壁に引きつけてするだったような。確かね、なんかそういうのがあったような気がするんだよね。ベルナリオル、あんたなんでこんなところにいるのよ。待ってろって言ったでしょ。こんな時におとなしく待ってられないわよ。だからってその怪我で動いたら命に関わるよ。そんなことよりフィンデル様はご苦労よ。ご苦労？極労かな、ご苦労かな。そう、そこへの扉は二つのスイッチで開く。その一つが食材に。ご苦労。そう兵士が言ってた。わかった。だから今度はおとなしく待っててくれよ。さすがにもう動けないわ。人の言うこと聞かずに勝手するからよ。行くわよルーン。お願いねルーン。メルビー、本当に本当にご苦労さん。この人意外と元気やな。大丈夫だな。意外とたくましいよね。また出てきそう。食材にある。どこの食材。確か今の壁が壊れたとこだよね。メルビーちゃん行こう。取る。取った。どこかね。
和骨マジクールです。猫さんです。もういいよ、いいよ、じゃもう取らないといけないか。あれ、お金がいっぱい稼げるけどお金使いどころまたあるんだろうか。あれ、どこにあるんだ、どこの食材だろうね。ここは動かしたしな。あ、いや、ここは動かさないと大変だよ。行くよメルビちゃん、行く行く。どこだろうね。バートさんやね。猫さんがあれです。落石注意されましたよ。食材ないね。もう違ったっけ。光物に目がない。メルビーちゃんはここは外はもうないね。やめろ。あお。和骨です。マジで。スーナさんです。主戦とメルちゃん。主戦とメルちゃん。どこに、あと、あ、こっちの部屋があったね。別になんもなかった。え、メルちゃん1ポイントか。あおう、なんか回復できた。これか、食材の底にスイッチがある。スイッチ入れてこれでよし。 OK OK、 開いた。よしよし。どうしたフィンデル、貴様が全て悪いのだ。お前がいなければこのわしが次期国王になるはずだったのだ。お前さえいなければわしがこのようなことをする必要もなかったのだ。魔物に国を売った男が今さら何を言う、この売国どが。ねえ貴様、このわしを売国どと申したな。このエダリエ国をブーカスを。待てー、フィンデル卿、助けに参りました。やい、ブーカス、お前が魔物と手を組んでエダリエを殺し、エダリエを乗っ取ろうとしたことすでに明白。女神エアル、エアルミルが許しても、このメルビー様が許しません。なんか前のミネルバと同じ流れになってきたような気が。ブーカス、ねえ貴様ら何しておる。キャズラを八つ先にしろ。やつ先にされるのはお前の方だ。お前完全してやる。あらまだまだ生きてるか。まだ。死んだ死んだ。大丈夫かい。ボコボコのボコわらわら。あ、終わった。というわけで魔法は両方とも、なかったんで一旦戻ります。はい、ここでクリアってことですね。ということはその前に冥王の矢と恐怖を運べっていうのがあるんだね。やっぱあそこのボスで壁を壊さないといけないのかな。
多分あれだろうね。確かな、壁壊すの。これがなんか見つかりにくかったの記憶にある。あれ壁壊すのかとかなんか当時の記憶が蘇ってきた。なんか爆弾で壊した記憶があったんだけど、気のせいだったかな。あの隠し部屋ですね。あのボスが爆弾をやってきてっていうのは記憶違い。ね、あの特攻しかないよね。特攻で壊すしかないか。ベルちゃんいい子だったけど死んじゃったんですよね。ベルちゃん死んだのかね、今ので。元気だったけどね。はい、どうも。どうした、こうした。鍵を。よし、あった。ヒットポイントを回復して、こっち何もなかったっけ。おー、あいだだだだ、あれなんかなんでメルビーじゃ荒ぶってんの。よしよし、降りてきたよ。まずい、やるぞ。出て出て、行くわよ。行くよメルイ。ドリフの切られ役のカトちゃんみたいにしぶとかったから大丈夫なんじゃ、笑。何遍も上げる。イエス、ねえ、はぐれメタルみたい。よいしょ。和骨です。はい、68個目されちゃい。これやっぱフラグ立てないとここは分かんないんだよね、きっとね。ダメだよね。行こう行こう。よし、行こう。よいしょよいしょ。めちゃくちゃ取っていいか、取りなさい。あ、取れないのこれ。あ、しまった、俺が取った。ちょもういい、ね、待っとこ。回復しよう。さっきはどれぐらいお金稼いだんだろうな。さっきどれぐらいだろうね。結構稼いだよね。しまった、メルビーちゃん取らせるか。あ、取った、よし。ん、これは今どっち向けてるんで、上に上がってるからいっか。ゲイ、でこっち行ってこれを動かして、でこっち行ったらなんか見えた。あれあれ、降りたらだっけ。あ、いたいた。これで階段にする方法を見つけて、あっちの階段に行くぞ。レッツゴー。いてててて、よしよし、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。あ、ナイフに行っちゃったよ。違う違う、 MP がない、 MP がない。ちょっと MP 頑張りすぎた。
あとだ、ここ。オッケー。よし。よし。よし。オッケー。おい、どどど、行きましょう、行きましょう、入れてててて、よし、出た。ここで待って、来い来い、メビちゃん、よしよし、うまく来ないとダメ、よし、あれ壊れないね、なんかこれが壊れなかったっけ、ちょっとルーン危ない、ああ、金死んだ。うわー、ダメだ。ダメだ、これ。いけないね。普通になんかでも魔法で壊せないのこれ。壁壊すとかなかったっけ？壁が壊れそう。あ、爆弾があるじゃない。爆弾で壊れない、これ。爆弾があったよね、確か。これだ。えい、これで壊れるんだね。これない。壊れないね。あれ壊れないね。壊れないんだっけ？やっぱ ボスだっけ？あのボスの爆発で壊れるんだよ。ボスここで倒さないといけないとかそういう縛りがある？そんなそれ難しいよね。あとメルビーちゃんの魔法もあるけど一緒にあるのかな、なんかこの壁が壊れた記憶あるんだけど、メルビーちゃんの魔法で壊せそうなのあったっけ、壊せそうなのはないな、うん、もう一回やり直しかな、あそこしかないね、メルビーちゃんの魔法もちょっとあれなんだよね、もっとちょっとあそこでその場セーブできたらいいんだけどな、あそこの部屋がちょっと怪しいね、あ、特になんもないね、うん、ちょっともう一回やり直してみるか、結構場所がシビアですよ、場所判定シビア、よし、意外と早く死んじゃうからね、あれがね、防御魔法だけにしとこうか、魔法抜いて
最初にもこっちで、こっちでイベントを見とけばいいんじゃないかな。メルビーちゃんが。メルビちゃん、荒ぶってるから人ポイント回復してないじゃないか。倒した後に開くんです。あ、そこまで言わなくてよかったのに。はいや。ご注意ください。ご注意ください。あれ、やっぱり一旦ローの方行かないとダメなのか。メルビちゃん、あら、メルビボタン押してないでこっち行っちゃう。それはすみません。いえいえ。よっぽど偉そうだったりネタバレ連発したり攻略サイトではとか言わなければだけどね、わら。あ、そうだ、ここで見に行かないと。よし、あ、メルビちゃん、あれ動く滑り台、今 逆でもいけたな。逆でもやりきるか。逆でも無理やり下下がれる。 OK。攻略サイトだとビジランテの2面を歩くだけでボスまで行けるみたいです。 PC エンジンチャンネルって書の動画で見ました。それは攻略サイトじゃない。たまに行けないときある。たまにエキストラが、エキストラをフィッシング詐欺サイトですよね、増量のときあるからね。
フィッシュエンジンのフィッシング詐欺はないと思いますよ。久々に手礼、通報、来るかと思いました、わら。よいしょ。ガッツに持って攻略本たまに何書いてあるのかわからなくて困ります。ちょっと字が汚い時もあるからね。パソコンのメモ帳に書くようにしてますもん。まあ、ゴルフは全部パソコンのメモ帳に書いてあるけど。それでもちょっと分かんないのがあったけどね。それは字が汚いんじゃなくて書いてる意味が分からないっていうのがありましたね。ドラゴンはちょっと攻撃力が高いから分かんねえ。ドラゴンは攻撃力高いから私が操作するか。待って、雷は謎解きの要素があるんですね、わら。よし、謎解きの要素があるんですよ、攻略メモは。防御系の魔法にしとこうか。ちょっとルンクで私がメルビーちゃん操作してでドラゴン撃たないといけない。魔法メルビーちゃんの防御系で何かあったっけ。姿消えるのがあったよね。これいこう。攻略本、攻略本、わらわら。あ、いた。攻略本、攻略本が。危ない。危ない。ラックスメモはたまに嘘情報混じってるので注意です。オッケー、オッケー、オッケー、よしこ。よしこ。注意だ。よし。あ、ちょっと待って、それでも積極的ちょっと待って、いいか、土はないから水もないな。大丈夫、神君の攻略本だよ。大丈夫じゃないね。水はいかないな。風はないな。まあ、いいか。ちょっと。あいやで。ファイヤー打ったらあれだ。ファイヤー外しとこう。ちょっと待って。ファイヤー外して。よし。私があそこに行ったときサンダーでとどめさせばいいや。よし。あれ、あー、ちょっとファイヤー、あー、ちょっと難しいな。いやー、ここめんどくさいな。もっと簡単にいけたような気がしたんだけど。ファイヤー打たない方がいいな。狩り打たない方がいいや。
よいしょ。ここはちょっとダコがいっぱい出てくるからね。よし、オッケー。よいしょ。よしよしよし。手に入れた。イエス。オープン。はい。よいしょ。オッケー。よいしょ。ん？何？今なんで今の音楽になったの？なんか撮った？ん？今何撮ったの？ん？なんじゃ今の？今の何？てん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 。気まぐれで今鳴ったの何だったのよ。何を手に入れたとか出ないけど、なんか知らないけどジングルが鳴りましたね。音響係さん間違えて音響係さん間違えて何かと二人してないかな。ちょっと鳴らしてみるか。うん、通ってないですね。ないですね。何だったんだ。じゃあどっかのスイッチを押して仕掛けが解除された音かな。おかしいね。内緒で何かあったのかしら。何かあったのかしら。あ、巻物だ。巻物だ。巻物があったんだ。間違えた。もう関係なかった。巻物ですね。よし、ちょっとここで、あら、ちょっと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 、しまった。至らんダメージ食らってしまった。あ、よかったよかった。巻物取った。巻物ランダムだから、あの先にある巻物がランダムで取れたらあそこ壊さなくていいんだけど。
よしよし、これでメルビーちゃんの魔法を全部防御にしとこうね。防御系にしてちょっと、守る魔法にしとこう、ね、全部守りの魔法にしとこうよ。水を出して風の、ああ光になった、ちょっと、ああ風になった、ああ木になった、闇になった、水が来ない、ああどうよ、いしょ水になった、水の魔法にしとこう。これも。よし、これで私がサンダーで、あそこで。よしよしよし。よし、バミさん、はい、ナチュ、いやーちょっとメルフィーちゃん、やった、なあダメだこりゃちょっとうまくあそこでハマってくれないな、あって言うんじゃい、うまくあそこで爆発させないと、やり直したいんだけどね、よし、収録が欲しいねこれはね、よし、何度目だ、よし、来いよ。
よし。よし。なんだ。行く。もうとっとと、とっとと殺した方がいいのか。あ、ここに攻撃しなかったらワンボタンずれっぱなし押しっぱなしだったらあれだ、攻撃しないや。あそこに行った時にサンダーを、あ、ダメだ。あ、ちょっと自分がどっちだっけ。あー、しまった、違う本体かよー。いやー、しまった。うわー、これなんだっけ。生命を砕け。厳しい、厳しいなー。でも取るしかないか。まあ気まぐれで取ったらあれだしなー。いいなぁ。あそこに行った時に分身がいるからな。分身が。分身が邪魔だよね。
よし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 。あれ間違えた。あーっと、メルビちゃん入れない。ちょっと。よしよし。よしよし。3人いる。うわーちょっと、うわーちょっと、やーちょっと、ちょっと、危ない危ない。あ、もうこのパターンがいい。あー、ずれた。危ない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 。いいよ、今んとこだ。あっちか、あっちか、ほんとか。ああ危ない危ない。よしよし。あらららら、ちょっとちょっと、どれが本体か分からなくなった。ああ、ちょっと、あっちか。あー、くそー。うわー、なんだここは。ちょっともういいや、魔法、もう巻物でランダムで取ってくれたら儲け物にしよう。あー、でも前回取ってるからな、前回きちんと取ってるからな、一回取ってるんだけどな。あら、あ、まあそう、巻物は向こうで渡さないとダメなのか。シャボン、何も書かれてない、ダメでした。なんとか成功したいですよね。なんとかな、前回簡単にショットの方がいいかも、書いたんだけどな。ショットとかの方がいいですかね。ダメージ受けちゃうからな。ダメージがちょっと、あれでケチっちゃって、回復薬あんまり買ってな、今回あんまり買ってないからね。お金がいるかなと思っちゃって。
よいしょ。ボスの突進を割れ目に当てたいですね。よいしょ。なんで俺だの？ね、スネークボックス行きたくなるっちゃうね。いやー、どれだの？どれだの？誘導しやすいんじゃないですか？わら。明かりつけた方がいいかな。明かりつけてもあんま変わんない気がするけど。あいつの時でも明るくなってません？気のせいか。暗かったっけ？あ、こんまりございます。ここなんかほったらかしにするとひっきりなしにコウモリ出てくるから。よし、テイクいくつかな。明るくしましょうか。じゃあ暗かったね。
しょしょ。あーでも3、ファイヤー出てるじゃん。誰がファイヤー出せて。うわー、ファイヤー外しとけばよかった。うわー、前こんなにはまらなかったし、前偶然取れたのにね。前どこだろうって探してて、あの偶然壁が壊れたんだけど、今回は狙ったらダメだね。やはりカコラックスは強運わら。カコラックスの方がいいな。こういうの狙うと難しいんですよね。ねえ、簡単だと思ってたらここがちょっと意外と難しかった。なんだろうねそれ。これはいらない。昔クリアしたんだけど、この辺全然覚えてない。覚えてない。まあそれは昔の話は覚えてませんよ。私もなんもうね、1年経ったら完全に忘れちゃう。ね。2周目の方が難しくなるのは PC エンジンチャンネルあるあるですね。あるある。1年も経ったら半年も経ったら忘れるかね。もうね、1ヶ月経ったら忘れちゃうかも。1週間じゃ忘れないだろうけど。昨日の晩飯も怪しいです。昨日の晩飯はもうラックスさんは毎日アラインゲームをやってるからのゲームを忘れそうですね。すぐに忘れちゃう。今のゲームとこんがらかったり、続編とこんがらかったりね、特にね、続編があるやつはね。昨日の晩御飯はすぐ出てきた。昨日の晩御飯出てきた。昨日の晩御飯なんだっけ。昨日の晩御飯なんだ、なんか食べたっけ。食べたことをなかったことに。いやいや、食べた食べた、僕は食べたよ。あー、まだもう今度は猫が来る。よいしょ、にゃお、無駄な、はいはい、食べたこと忘れてたらもう危険だね、それは。おじいちゃん、あのね、よしこさん、わいや、まだ朝飯食べておらん。おじいちゃんもう食べたでしょってなっちゃうから。食べちゃおらんよ、食べちゃおらんよ、もう何遍目もうみたいな。よし、昨日の晩ご飯が口からすぐ出てきた。それは体調、体がもうハマってるんじゃないよ。うん、やっと終わった。ここでちょっとドラゴンを外しといて、まあ外さなくて、まあ一応外しとこうか。
武前さんはよく足はまだエストランって言ってお嬢を困らせてますよね。外しとこうかな、関係ない魔法にしとこうか。守りの透明になる魔法が一番いいだろう。何がいいだ、武前さんはドロップ取らないの？ドロップ何かありました？あ、そうだ、自分がルーンを操作してなくて。待ってた、またこう間違えてくるのか。よいしょ、お金だ。いいだろ、引っ込みなのかな、ね、何も反応がないな。もうちょっと低いぞ。あっちだ。ねえ。あいだだだ。あっちかよ、本体があっちだ。あー、なんだこれ。お、いいんじゃない？おしゃ、オッケー、ようやく、うぅ、イエス、パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチパチ、やったぜ。パチパチパチ、あら、巻物じゃない？パチパチパチ、パチパチパチを、イエス、やったぜ、イエス、ありがとうございます。あれ、両方、ん？な、何が恐怖を運べやむようだよ。こんなん気づけるんか。あら、これはね、私の前は偶然でしたね。生命を砕け、冥王の刃ね。生命を砕け、冥王の刃。133個目されてない。恐怖を運べ。これか、今日の運び屋のね。よし、うー、やっとだ。133個目足りない。苦労して手に入れたのはどんなもんじゃろ、どんなもんじゃろ。これか、
生命を砕け、名誉の刃。僕の魔法で多分最強の魔法だと思う。すべての敵に大きなダメージを与える上に即死させることもある。なんすごいじゃない。最強の魔法だって。で、メルビーちゃんも強い。すごいじゃないな。恐怖はこれか。これだ。闇を支配する精霊をせす。その力は全ての敵に死をもたらすわ。私の体力も奪われるけど、強力な魔法で体力バレちゃうんだ。いや、あれだな、あんまり使えない。ヒットポイントも減るの？ヒットポイントも減るんじゃねえ。まあ、それだけ強力。でも、ルーン君のは結構、うさげな感じ。今3だったけど。よし。よし、これで安心してクリアできますね。まだクリアしなかった。これで安心して、この面はクリアができますね。OK。よしよし。私はちょっと合わないかな。光だからね。よし。よし。使っとこう。あ、安心してください。よし、安心してください。ちゃんとクリアできますよ。よし、ちゃんとクリアできますよ。光だからね、頭が。本当もうちょっと簡単だったんだけどね。こんなにやり直しちゃったからね。お、えへへへへ。あ、すごいじゃない？結構。よし、こう。よし、OK。派手やな。うわっ。ようやくテイク2が来た。よーし、ブーカス二度目だぞ、お前が死ぬのは。ブーカスは二度死ぬ。うへへへ、すごい。その代わりちょっともう魔法が使えない。この恨み思い知れ。ブーカス体力あるじゃない。死んだか。あ、死んだ死んだ。オッケー、助けに来ましたよ。テイク2。テイク2。ようやく18面。いやー、もう18面今日。あと10分しかないね。まあいい、ちょっと18面露見しとこう。露見しとこう。ありがとうございます。18面は魔法が、メルビーちゃんが2つだ。あ、両方メルビーちゃんだね。両方メルビーちゃん。はい。第1話じゃないです。我を守れ、緑のせいよ。緑のせい。それから、輝ける力、光の王よ。はい。この 2本でございます。はい。18面はね。ルーン君の魔法はないから、主にメルビーちゃんで、うろつけばいい、いい感じですかね。よし。ありがとうございます。これからどうなさるおつもりです？ルーン、君が騎士ならばどうするね。君たちには本当に感謝しているよ。ありがとう。ちょっと、ほっといていいの？あの人、主君の仇を討ちに行ったのよ。ほっとけないよ、追いかけなきゃ。お、仇を討ちに行った。裏で糸を引いてるやつにね。牢獄島にベルナリオールの姿がなかったけど、どうしたんだろう。フィンデル卿が見過ごすわけないでしょ。今日に連れられて避難してるわよ、きっと。ね、うん、そのうちの方が大事だと思うけどね。オールってね、バーン、フォーエバーの曲ですね。俺たちはまだフォーエバー、男たち女を探してはおらん。あら、ここは、あ、そこか、もうお城の、あ、なんだ、うわ、一刀両断、見事なもんです、フィンデル卿。あ、ちょっと待って、ここはメルビーちゃんで行った方がいいな。俺たちはすごいわね、もしかしてフィンデル卿が？フォーエバー。
俺たちはまだフォーエバー、あ、そうだ、メルフィーちゃん。男たち女を求めてはオッケー。ちょっと待って、火がない、火がないからちょっと火出そう。火をつけましょうね。ちょっとね、風はあるよね。水もないけど火を入れといて。はい、火、オッケー。あとはまあ適当でいいや。口はあるから敵の魔法でいいか。こ、行くわよ。鍵がかかってるみたい。ルーンなら魔法で開けられるかしら。ちょっと待って、あそこになん か隠されてるのなかったっけ。おじいちゃんの誰だっけ、アスランの、アスランさんが、アスランさんの小屋がなかったっけ。あれ、こっちはなかったっけ。逆襲のフィンデル、イエーイ。俺たちはまだフォーエバー。こっちも、こっちも開けられる。まだ、あ、こっちになんかあるね。何もなかった。おー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 、ね、ルーンで開けよう。テケテン、テケテケテン、テケテケテン。俺たちはまだフォーエバー。オープン。まだフォーエバー。男たち未来。あら、こっちは行けない。こっちは行ったら終わりそうだから。あら、こっちにいた。君たちなぜ？なぜって。君たちの気持ちは分かっているつもりだ。ありがとう。だが、この戦いは我がエダリエの戦い。君たちを巻き込むわけにはいかんのだ。ベレン、お二人を例の場所へ。は、しかしカッカ、頼むぞ。カッカ、カッカ、頼むぞ。安全な場所へご案内します。そこにはお二人の友人もおられます。さあ、こちらへ。あ、ベルちゃんかな。こんなところに階段が？どこの城もこんなものですよ。さあどうぞ。ここに。それでは私が踏みに来るまでここでお待ちください。ベレン様。寝てる、すごい大の字で寝てるんだけど、ベルちゃん。どうかご無事で。大丈夫です、ティリス殿。すぐお迎えに参りますよ。では、大の字です。ベルちゃん。ベルナリオル眠ってるのね、すごいよ。大股開きで眠ってるの、グースかピーで。なぜこんなことになってしまったのかしら。あの大臣が悪いんです、大臣が魔物呼んじゃったから。あ、私たちどうなってしまうの。フィンデル様、お助けください。あ、ベレン様、どうかご無事で。よし、ここにいたけど、僕たちがここに。あれだけ体広げてたら気持ちいいだろうな。どうするおつもりですの。ベレン様はここで待てとおっしゃいましたのに。もちろんフィンデル教たちを手伝いに行くんです。無茶よ、子供が2人で何ができるっていうの。僕たちは勇者ですよ。冗談じゃないわ、こんなところでぼーっと待ってるだけなんて我慢できないわよ。でも行かせてあげてください。その2人は闇谷のトロールを倒した英雄です。彼らならフィンデル様たちの力にきっとなってくれるわ。よかった、気がついたんだ。安心して、必ずフィンデル教と一緒に戻ってくるから。よし、戻るわよ。しかしもう時間がないわね。精霊探しがあるから。こう開けられるの、ブン君は。開けられないよね。開けられない。なんかサンダーの音が聞こえるんだけど、気のせいか。2人の超破壊魔法を見てないからね。あっち行くのかな。
イエーイ、俺たちは今。あ、なんかいる。なぜここに。危険です、お逃げください。冗談でしょ、あんな暗いところにいたら体が腐っちゃうわよ。しかし大丈夫、私たちも今まで戦ってきたんだから。申し訳ない、見張り塔から奥へ行きます。壁の盾を動かしてください。隠し階段のスイッチになってます。こいつらを片付けてから私も参りますゆえ。ふん、本当に。いや、スピード、まだポン、あ、違う、これね、あれ、これじゃないの、スピードってこれか、これじゃないの、見張り塔ってこれじゃない、ルーンの魔法だなんて。でるでるでる、ん、内側から鍵がかかってる。どうもカン抜きでもかけられたかな。これじゃ魔法でも開かないが。いや、塔に行くのか。あっちが牢獄塔だよね。見張り塔は逆の方か。おっと、行くわよる。あ、見張り塔ってあっちの方か。普通に、あれ違うの。延長入ります、延長入ります。ここか、ここだ、見つけた、この盾ね、これを動かせば。あった、俺たちはまだフォーエバー。延長じゃ、延長じゃ、今日ちょっとあの魔法探しが手間取っちゃったからね。ここは敵が出てこないからいいや。脈絡なくやってくる部分さん、わら、あ、戻された、何。俺たちはまだ、あ、ここでなんかやってる、あそこでやってるわね。あっち助けに行った方がいいのかね。俺たちは今フォーエバー、俺たちはあまだフォーエバー。ブゼンさんはもうかなり延長するよね、毎回。ほんとあのおじいちゃんしつこいのよ。言われてるかもしれない。あれ？ここはどうなってた？俺たちはまだ、この下から、あっちからか、あれ上からか。俺たちは今フォーエバー、男たち女と男たち、おーおー、おっと、こ、あ、ここに。ラスミン先生のフォーエバーはストラリウス以来。あー、ベレン許さない。あら、消えた。あ、火が消えてるやん、火が消えてる。通りで下流が出ないはずだ。あれ、どこ行った。だ、はい、いや、どこ見て、いや、光が出た、来た、OK、ルルル、俺たちは今フォーエバー、オッケー。足をやられてしまって情けない姿をお見せしてしまいましたね。もう死んでしまう、死んだかんだと思った。足をやられるだけなら大丈夫だね。
行くわよ。俺たちは今ぽあら、あ、違った、なんかこちら進んだのか、なんか進んでる。おお、ここまで来れる人間がおるとは思わなんだぞ。大したものだが、ここは通すわけにはいかんのだ。行くぞ。俺たちは今フォーエバー、私たちまだフォーエバー、女たち。あなたが歌うの。男たちはみんな、いつだって、おえば、ポンポンポン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 。俺たちは、今、弱い。強いな、貴様たち。まさか不覚を取るとは思わなんだわ。むしろラックスさんしか歌わない。だが、貴様らを通すわけにはいかん。クルガン様。申し訳、ああ。お前バカだろ、笑わない。なんか精霊さんいないのか。敵ながら大したものね。自らの体で扉を閉ざすなんて。死体を動かさなきゃダメか。しかしかなり重量があるよ。二人がかりでも無理そうね。ああ仕方ないね。他の道を探そう。俺たちはまだフォーエバー。男たちいつも女たち、少しずつスライスするしかない。あら、なんかすり抜けて、あ、ここか、ここか。こう思うとこだわ。使い物は全部もらっていきましょう。なくなったって魔物のせいになるわ、きっと。ほほ、解体業者を呼びましょう。魔物のせいって魔法薬まで置いとくなんて、これじゃ宝の持ち腐れだわ。だったわ、これは万能回復薬。万能回復薬を手に入れた。イエス、法事だわ。まばゆいばかりに輝くこの法事、一体何の魔法が。輝ける力、光の応用を取得した。イエス、あ、よかったよかった、ここにあった。はい、魔法薬、万能回復薬手に入れた。イエス、さすが高そうなものが多いわ。でも必要そうな巻物は、あ、この巻物のルーには役立つんじゃない？あれ、ここもルーの魔法あったっけ？あ、ただの巻物か。イエス。パチパチパチ。はいです。金に銀、ルビーにサファイア、さすがに王宮の宝物庫ね。かすかに精霊力を感じるけど、あった、これ宝珠だわ。よかった。手に入れた、あった、これただの宝珠？ただの宝珠だ。魔法の。魔法の宝珠じゃないや。イエス。イエス。あと1個。じゃあ、緑のせいよ。だから、緑の、なんか、木かなんかにせい。精霊さんいる。なんかいるの？なんかいる？俺たちは、今、フォーエバー。俺たちは、まだ、フォーエバー。あら。男たちを男を求めたらゲイになってしまったよ。男だらけが好きさ。男たちは今何してる。あそこの本棚行きたいね。おいばい。ほら、敵が邪魔だ。Forever。 男たち、あの本棚どっから行くんだ。男たちはいつだって未来を求めた旅をしてたら迷うはずさ。男は、あ、ここなんかいる。ん？これルームで。開かないね。ダメでした。ちょっとしばらく光にしよう。ルーンで行こう。
かりをつけて、じゃーん、じゃーん、俺たちはルンちゃん、ムシムシフォーエバー、ルンちゃん、メルビーだ。こっちはあるか、こっちの方だね。あそこの扉はダメだったら開かないんだよね。こっちから行って、あ、ここは開かなかったんだよね。これ開かないんだよね。あ、わかる。はいはい、適当に動かしてみたら、見てろよ、ウキー、なんて声出してんのよ。ダメだ、動かない。この盾なんて怪しそうじゃない。お、動いた動いた。動かした本人が驚いてどうすんだよ。ほら、ルン、扉が開くわ。開いた、オッケー。これで本棚のとこ行けるよね。あれ、開いてどこ行くの。開いたけど、特に緑があるけど、精霊さんの息吹を感じるとかないの。ん、開いたけど何もないの。ここなんだ、わざわざかっこいい。何もないのこれ。ん、何もない。ルン君が邪魔してるとこじゃない。ないんだね。ん、なんもないのか。なんもないのかよ。なんもないの、本当に。思わせぶりな。思わせぶりな。思わせて今フォーエバー。からなんかあった。あ、こっちはあれか、機体があるとこだ。機体があるとこだ。俺たちは今フォーエバー。俺たちは今何してるの。あれ、こっちはあっちだ、関係ないや。で、こっち行くしかないのか。あの本棚のとこが行けないんだよね。この扉もう開かないのこれ。あ、扉が閉ざされた。話からすると一見の間の扉のようだが、ええ、扉の前の敵は倒したのですが、そいつの体に扉を塞がれてしまって、君たちには動かせないか。わかった、これを渡そう。この城にはいろんな仕掛けがあってね、非常時に見えなくなる通路なんてのもある。この桃源郷を使えばその通路を見つけ出すことができる。その通路は一見の前も続いている。本当はこの国の騎士以外には知られてはいけないんだが、君たちならばフィンデル卿もお許しになるでしょう。よかった、ここがあるんだ。桃源郷、イエス、桃源郷借りた。まだフォーエバー。それであの扉の先がなんかわかるんじゃないの。わざわざあの扉仕掛けがあって、あ、こっちはあれだ。馬が硬いからな、ちょっと返すつもりはないかな、ね、返すつもりはないかな。突然桃源郷と歯はか、桃源郷、いや桃源郷で見えるとかないのこれ。ここら辺なんかないの。ここ全く関係ないの、本当に関係ないだね。めっちゃ関係ないのか。桃源郷、店が開いてない時間で暇なのかい。
夢の国。桃源郷はわしの有限郷。まあ、こっち行けるじゃん。緑の精霊さんがいないよ、ここ。ブンブン。敵は邪魔ね。ないのか。この緑があるな。ルーン、どこいた？てれんて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 れん。この馬がしてこい。俺たちはまだ、俺たちは、ん？すごい。上がった方がいいかな。テクテン、テクルテン。Forever. またしても今 Forever. ここになんかあるんだよね。あ、こっちから行ける？なんか行けそう。でも行けない。なんかこんなのがあるんだよな。だってん、これいけないのか。穴開いてないね。すいません、用があるので先オッです。はい、オッです。扉はいけないな。ダメだ、もう延長したけど延長したけど、ちょっとここから先行けそうないね。アイテム使うのかな。アイテム、アイテム、あ、そっか。でも自動で使ってくれるんじゃないの、こういうアイテムって。重要アイテムだから。確かね。俺たちは今、誰の時使ったんだっけね。自動だよねこれね、使うになってないから。テクテン、テクテクテン。俺たちは今 forever。 意外とお城が、どこの道が見えるのかとかわかんないね。ここは関係ないね。俺たち、俺たちはここにいたのか、どこにいたのか、どこだ、どこどこどこ、男はどこだ、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 男よ、どこ行った、男、こここここここ、イエーイ、男、ゴー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 、イエーイ、男なら今戦え、戦えば今フォーエバー、戦いに敗れた男がほら、ここ、あ、ダメだ、
ここにいてもいいのかし。あの、ホンダなんとこ行けないね。ホンダなん行けない。ホンダなんとこ前のエリアからしか行けないとか、ひょっとして。まだ、フォーエバー。まだまだ、男が足りないぜ。ほーら。ほらよ、ほらよ、ほら、ほら。ほら、ほら、ほらよ、ほらよ、ほらよ。ほら、吹き。ここじゃないね。ほら、吹き。ほら、なんだ。ドラデンデル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 。ここ怪しいけどな、怪しいけどなんもないね。ほらは吹いてはいけません。ほらは吹いてはいかん。潮吹け。ダダダダダないね。もう俺たちはまだフォーエバー。君たちもまだフォーエバー。あー、なんか馬が来た。馬が来たよ。きクジラ、つまり野球で太陽を応援しようと。クジラが来たぜ、来たぜ。あれだよね、あと行ってないとこどこあったっけ。クジラがね、ほら、フォーエバー。みんな行ってるけど、どこの通路が見えるようになったの。本棚のとこに行けないのはなぜだ。なんか本棚のとこ魔法ありそうなんだけど、本棚のとこは前のエリアからしか行けなかったらもうこの時点で取れないよね。無駄な移動になっちゃう。おいで。一旦戻るんですかね。一旦戻れないんですよ、それは。あそこの来たとこからから戻れないし、ここはさっきの扉のとこから戻れないよね、下の。戻れないんだったらひょっとしてね、ここも戻れないし、ここもね、まさかルーンの鍵で開くとか。俺たちはまだフォーエバー。開かないね。ここは確か仕掛けで開いたから開かないよね。どこにある。俺たちは今フォーエバー。男たち、ここだけなんか扉が開いてなんもないっていうのがおかしいんだよね。でもここなんもないよね。ダメだ、せっかく延長したのに。この面ぐらいクリアして行きたかったのにな。ダメだね。次週に持ち越しですかね。持ち越しですね、これはね。
本屋さんにいるんだけど、俺たちはフォーエバー、俺たちはまだフォーエバー、俺たちはメモないんですよこれ。飛び降りるとかできないね。あ、こっちなんか下に扉があるね。あそこからかね。ひょっとしてうわー、この魔法あれだね、もう暗くなるのが難点だね。暗くなるのがね、進めんの。もう一回あそこのとこ行ってみるか。確認通路は越境の場のすぐ脇を通っています。付近を探せば必ず行く体です。お、なんかそういう情報があるじゃない。そういう、いい情報持ってた。でも多分あの魔法は本棚のとこだろうね。あ、このシールドが怪しいってことね。そういうの待ってた。そういうの待ってた。あ、ここだ。あ、ここだね。はいはい。もうええばあ、ここだね。こういうとこなんだね。あ、やっぱりね、ここね。というわけですね。でもこれ、ボス戦に行きそうだね。ボス戦に行きそうだよ、これは。あー、ボス戦だね。うん。というわけで、ここ行ったら多分ボス戦に行くんじゃないの。もうなんかあの本棚が怪しいんだ。本棚が絶対に、本棚が、本棚が怪しい。ああもうボスだよねこれね。大丈夫かなこれ。ああダメだこれ、ボスだね。こっちから出てもね、ボスですよね。あなたボスですか。ああボスっぽいですね。貴様らフィンデル、フィンデル教、グルガン覚悟。うわっ、よっ、この風景の箱だったらルーン、ボット見てないで、私の家も行くわよ。はい、私は僕です。間違えた、火を出しながら。あら、火消えてんじゃん、いつの間にか。いつの間にか、いなくなってる。よいしょ、どこだ、火が欲しいのよ。来た。あ、なんか、あ、もうなんか終わってる。いつもや、終わった。まあいいや、どうせ魔法見つけてなかったからね。というわけで、あの本棚でしょうね、多分ね。本棚にあるということで。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンマジクールは、毎週土日やってまーす。来週はこの、18円からですね。おつです。1個は分かったんで、1個は、おそらくあの、行ってなかった、行けなかった本棚のところでしょう。はい、おつでした。おつです。はい、おつでした。はい、おつです。スイスはニコ生で、ニコ生というかニコ動で上げてるからね。別に今日見なくても。ニコ動でゆっくり見ればいいや。はい、オッズです。まあ、猫に構われなかったら見るけど。猫次第。はい、オッズです。いいオチがつきました。